その人誰？誰って私の結婚相手。え？私が今まで出会った中で最高に素敵な人よ。夏美、ダメ。そいつと結婚しちゃダメ。え？離れて。早くそいつから離れて。年明けに式挙げることになりました。でもあなたたち確かお前たちだってまだ付き合って1週間かそこらじゃない。そんなに早く結論出していいの？二人が結ばれることはね、運命だったの。先輩、先越しちゃってすいません。俺思い込んだら一直線なもんで。そういう男らしいところ素敵。お前のそういう素直なとこもな。おはよう。どうしたの？みんな揃って夏美さん、お前と高木くん結婚決めたそうです。そう、じゃあダブルでお祝いだね。え、私も結婚決まったの、今度の日曜日。夏美、まかい冗談やめろよ。冗談で案内状なんて作るわけないでしょ。え、夏美さんたちいつの間にそこまで進んでたんですか。そうよ、私にだって一言もそんなことを。ちょっと待ちなさいよ、話が全然見えないのよ。相手誰よ。辻本いますか。梅さん、まさか岡林くんなの。なんかみんな勘違いしてない？誰が岡林と結婚するなんて言ったのよ。じゃあ相手は誰よ。私が今まで出会った中で最高に素敵な人よ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ねえねえ、相手はどんな人なのよ。いいから食べなって、ここそいつの奢りなんだから。奢りったって一人や二人じゃないのよ。そんなお金持ちなんですか。お金持ちのお友達は当然お金持ち。合コンしよう、合コンね。なんかマリッチブルーになってきた。岡林さんでなければ私は誰でもいいです。すいません、来週のレディーとファーグルのリゾット、トリュフのサラダもよろしく。夏美、調子に乗りすぎ。いいんですよ、それぐらい彼女ペロリですから。ダーリン、ダーリン。婚約者の中森誠二さん、この店のオーナー。え、あ、みゆきさんの噂は金がない。いつも夏美がお世話になります。はい、質問してもいいですか。夏美さんとの面接は2週間ほど前、彼女がこの店に食事に来ましてね、その豪快な食べっぷりにすっかり見とれてしまいました。それって食い意地が張ってるだけじゃありません。そういう飾らないところがとても魅力的なんですよ。女らしさのかけらもない子ですよ。僕はさっぱりした性格の女性がタイプです。僕と一緒の暴走クイーンって呼ばれててもスケール感があっていいじゃないですか。まさか脅されてませんよね。ねえ、さっきから聞いたら何？なんで人の幸せを祝福できないのよ。だってずるいですよ、夏美さんだけこんな素敵な人。人を好きになるのは理屈じゃないの。ここよ、ここ。私は心から祝福しますよ、二人の結婚。夏美さんがくれたチャンスボール、必ずシュート決めてみせますから。何よそれ。まあまあ、今夜は素敵な夜なんですから、改めてみんなで乾杯ということでね。じゃあみんなグラス持ってください。それじゃあ乾杯。乾杯。ああ、すっきり豪快です。みゆき、お先。
あー美味しそう。私も飲んじゃおう。なんで話してくれなかったの？え？結婚のことよ。一言相談してくれてもよかったんじゃない？みゆき、もしかして怒ってる？今までの夏美なら、好きな人ができたら必ず私を最初に紹介してくれた。こんなの初めてじゃない？ごめん、そんな余裕もないくらいのめり込んじゃってさ。夏美、本気なの？みゆきといる時もそうなんだけど、彼といると楽で居心地いいんだよね。なんていうの、パズルのピースがピタッてはまる感じ。じゃあ岡林くんは？岡林は、いいなって思う時もあったけど、ま、縁がなかったっていうかさ。夏美って本当に自分の気持ちに正直よね。祝福してくれないの？友達の幸せを喜ばない奴がどこにいんのよ。みゆき、改めて乾杯。乾杯。もう私と一緒になって寝坊することないでしょ。だこっちが朝まで付き合わせるからでしょ。待ってよ。銀行、場所を確保。了解。みんなどうしたの？なんか夏美さんに刺激されたみたいで。合コンサイトで網張ってるそうだ。なんで巴まで？お前のせいだ辻本。なんで高木？まあ松坂に婚約破棄されたらしい。夏美さんの婚約者を見てもっといい男探す気になってしまう。自分の気持ちに正直すぎるってのも罪だよね。先輩、女なんか信じられない。なんだよ、なんだよお前な。これで分かったら男っていうのはな、ただ一直線に突っ走りゃいいってもんじゃないんだよ。うろうろ回り道ばっかりしてるのもどうかと思うけど。パトロール行こう。はい。ごめん、ちょっと離せよお前。離せ。みゆきも言うようになっちゃう。私も夏目に刺激されたのかも。おい、ごめんか。ちょっとごめんか。もうこんな時間か。みゆき、お腹すかない？あー、朝ごはん食べれなかったしね。ここって両国ベーカリーの近所じゃなかった？サクサクホクホクのコロッケパン。思い出したらお腹空いてきた。ひとっ走り行ってくれ。あ、はい、よろしく。ほんと食いしん坊なんだから。辻本。岡林、先に行くね。結婚するって本当だったんだな。まあね。あれ、もしかして告白ってやつ？ずっとそばにいて気づかなかったけど、失いかけて私の大切さが分かった。ごめんね、あんたの気持ちに答えられなくてさ。本当、もう少し早く告っときゃよかったよ。段取りなんか気にせずに自分の気持ちに素直になってさ。もしもし、それってもしかして？無駄にするのもなんだから、これ彼氏と言ってこいよ。俺からの結婚祝い。罪な女だな私も。
古賀君。岡林さん、今夜予定入ってます？え、これお願い。予定平和で何より。いちいち口実がなきゃデートに誘えないの？そういうわけじゃないけど。もちろん中島くんのおごりだよね。え、ああもちろんもちろん。もう一気に食べちゃおう。おー、じゃあ何しようか。寿司かな、焼肉かな。寿司。みんなゲットしたわよ。あいけば外務省のキャリアよ。ってことはうまくいけば外交官夫人、国民の税金で贅沢三昧、天下りで甘い汁吸い放題、完了戦最高、完了、バイ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 。いい加減なさい。神聖な職場を何と心得てんの。すみません、本当影響されやすいんだから。性格おしとやか。今日はごちそうさまでした。私から誘ったのに。え、ああ、なんだか酔っちゃったみたい。え、なんか胸がムカムカしてきて。さくら、これすっきりするぞ。胃腸薬。小早川、俺酔っちゃったみたいだ。もう調子に乗って飲むからでしょ。なんか頭がぐるぐるすんだけどね、これ。私で酒に酔いつぶれてどうすんのよ。これじゃ展開逆でしょ。小前か。あ？ちょ、小前か。何？何？もう本当にロマンチックじゃないんだから。あの中森っていう男です。経歴も店の特徴もぴったり合ってる。あのレストラン、その保険金で購入したそうです。最初の奥さんが亡くなったのは5年前です。公園をジョギング中、原因不明の急性心不全で亡くなっています。エツコ。2人目の奥さんは結婚式の最中、やはり急性心不全で。カズミ。3人目の奥さんは新婚旅行先のイタリアで。やっぱり原因不明の急性心不全。ええ、ただ遺体を解剖しても他殺の証拠が見つからなかったみたい。しかもそれだけじゃないこいつ、奥さんたち以外にも結婚詐欺や暴行の容疑で訴えられてたの。もっとも証拠がなかったから立件には至らなかったようだけど。分かってるだけでもこれだけあるんだもん。叩けばもっと誇りが出るかもしれない。みゆきさん、早く夏美さんに教えてあげた方が。おい、テレビつけろ、テレビ。あの人のことなら。え？プロポーズされる前に全部教えてくれた。3人の奥さんが同じ病気で亡くなったことも
結婚詐欺で裁判沙汰になったこともね。夏美、ついでに言っとくけど生命保険にも入ったの。お互いなんかあった時に相手に形になるものを残したかったから。どうしてそんなこと。好きになった人のことを信じちゃいけないの。彼普通なら隠したくなるようなこともフェアに打ち明けてくれたんだよ。それがあいつの狙いかもしれないじゃない。そんな計算できるような人じゃないって。私見たのよ、昨日あいつが他の女とキスするとこ。確かに私以外にも交際相手がいるって言ってた。でも全員手を切るって約束してくれた。そんな白々しい嘘本気で信じてんの。いい加減にしないとマジで怒るよ。あいつは危険な男よ。今すぐ別れた方が夏美のために。どうして世間の噂信じて私の話信じてくんないのよ。みゆきだけは絶対味方してくれるって思ってたのに。世界中的に回したって私はあんたの味方だよ。どうぞ。マスコミに妙な噂流されてこのざまです。まあ物好きな客が殺到して店が繁盛していることを考えれば悪いことばかりじゃないですよ。夏美と別れて、いきなりど真ん中のストレートボールですか。冗談でごまかさないでよ。今度は夏美の命をもてあそぶつもり。心外だな、そんな風に決めつけられるなんて。じゃあ昨日キスしてた女は誰。あのお金は何なの。よりによってあなたに見られてたとかね。質問に答えなさいよ。今度は恫喝ですか。警察がやることはみんな一緒だ。あんたね、何してんのみゆき。もうどうして、どうして私たちのこと壊そうとするの。みゆきに何の権利があるのよ。そっちこそ目覚ましなよ。この男の本性をどうして見ようとしないの。みゆきは分かってない。分かってないのは夏美でしょ。そういうのを見る目がないっつうのよ。あなたがそこまで言うのなら証明しますよ。え、私の彼女への思いをね。お、どうしてんの。すいません、一言お願いします。我々の質問に答えてくれるんですか。そちらの女性は誰なんですか。彼女が私の婚約者です。今度の日曜私は彼女と式を挙げます。あの、彼女を届いてって。私は逃げも隠れもしませんよ。本当に愛してるのは彼女だけですから。それじゃあ仕事がありますので。すいません、あのもう一つお願いします。中森さん、あなたの名前は。あの二人が知り合ったのはいつですか。過去三人の妻が同じ病気で亡くなってますが怖くありませんか。もちろんです。私健康にだけは自信ありますから。すいませんね。そういうことじゃないでしょうが。だって私風邪ひとつひかない健康体だよ。この人たちが聞いてんのは保険金殺人の犠牲者にされるかもしれないって意味よ。そうなの。誰がどう考えたってそう解釈するわよ。まだ私のことバカにしてんの。バカだからバカって言って何が悪いの。バカ、カメラ回ってね、バカバカやれるバカ。何よ。バカ、ちょっと何撮ってんのよ。見せ物じゃないんだよ。おい、もう十分撮ったでしょ。もう帰りなさい。さすが小早川君と辻本君、インパクトあるね。所長、少しは真面目に心配してください。心配も何もおめでたい話じゃないの。相手には保険金殺人の嫌疑がかかってんですよ。しかも3人も。でもそれを証明する証拠ってのはないんでしょ。だから余計心配なんですよ。所長お願いです。辻本さんに結婚を思いとどまるよう説得してください。やだよそんなの。所長、いやだって他人の色恋に口を挟むような野暮な真似嫌いだもん。辻本さんにもしものことがあったらどうするんです。それはあくまでも本人の自己責任でしょ。所長がこんなに冷たい方だったなんて。失望しました。そうですか、いよいよ辻本君も結婚ですか。大手角なり。
1年通過。了解。お待ちしてました。どうぞこちらへ。どうぞ。どうぞ。ようこそ週刊誌のカメラマンさん。残念だけど夏美は今日お休みよ。何のことすか。これでもとぼけるつもり。こんなこともあろうかと夏美さんのスナップ取っといたの。1枚3万円、2枚なら5万円に負けとくわ。そんなむちゃくちゃな。いらなきゃ別にいいのよ。他の出版社の連中は全部買い取ってるんだけどね。アホ気な商売しやがってよ。人のプライバシーでご飯食べているくせに偉そうなこと言うな。すいません。最初は誰にでも優しいんです。でも気を許して生意気な口を聞いた途端突然豹変しちゃって。半年前に暴行傷害罪で告訴してますよね。全身にあります。結局警察は立証できませんでしたけど。客足が減って店の経営が苦しかった時期があってね。その頃結婚の約束してたから500万の貯金全部貸したの。証文とか一切取らなかったんですか。式場の予約も取ってたし、まさか裏切られるなんて思ってなかったもん。そういう人の心につけ入るのが天才的にうまいやつなんだよね、中森って男。もしもし、ダーリン、あと5分で着くから待っててね。じゃあね。少し擦っただけ。式まであと3日だっていうのに参っちゃったな。あんたまだそんなこと言ってんの。道路に突き飛ばされて死ぬとこだったんでしょ。だから誰かの手が偶然背中に当たっただけだって。パトロール中にも車で襲われそうになったそうじゃないか。だからそれも偶然が重なれば必然だ。辻本、頭冷やしてもう一度相手を見つめ直してみろ。こんなことが続くなんてどう考えたっておかしいだろ。夏美、君は本当に幸せ者だな。こんなに仲間に心配してもらってこっちとしてはちょっと複雑なんだけどね。あんたが疑惑の青年実業家か。きな臭い匂いがプンプンするな。やめて岡林。これだけ世間の注目を集めて彼女の身に何かが起これば当然私が疑われる。でもね、そんな危険を犯してまで人生を棒に振るような真似私はするはずないでしょ。法律の目をかくぐって女を餌食にしてるあなたならたやすいことなんじゃない。夏美、今まで君の親友だと思って我慢してきたけどね、私にも感情っていうものがある。彼女には結婚式の参列をご遠慮願えるかな。だって中森さん、私か彼女かどちらか選んでもらおうじゃないか。彼のこと愛してるの。夏美、生命保険の証書が届いたよ。1億か。これが私たちの命の値段か。何も起きなきゃただの紙くずじゃないか。そう願いたいけど。夏美、私が怖いか。怖いのは私の方。こんなにのめり込んじゃうなんて。
似合いですね。こちらのドレスでしたらこういう華やかな感じの色がお似合いになると思いますよ。お前か、アリバイの裏は取れた。辻本が襲われた時間、中森は確かにオフィスにいたそうだ。夏美を襲った車の持ち主は、うん、ナンバープレートから調べたところ、車は1週間前渋谷の駐車場から盗まれたものらしい。また証拠なしか。夏美お待たせ。ダーリン、よく似合うねこれ。可愛いでしょ。本当にあいつがやったのかな。え、俺たちといる時は悪ぶってるけど、辻本を見るあの目、すごく優しいと思わないか。事実の全てが真実を語ってるわけじゃない。情報を鵜呑みにして一方的な見方で判断するのは危険じゃないかな。中島君、もしかしてあいつの味方してんの？そういうわけじゃないけど、夏美は二度も命を狙われたのよ。誰が何と言おうと黒幕はあいつよ。浅かった。あなたに感謝しなきゃ。え、おかげで大事な宝物を失わずに済んだ。これで彼のことを信じてくれるよね。明日教会で待ってるから。怪我の方は大事には至らなかったようです。そう、よかった。沢田奈美が全て自供したよ。辻本を車で襲い道路に突き飛ばしたのも彼女だそうだ。彼女は6年前中森に捨てられずっと付きまとってたらしい。辻本さんを狙ったのも嫉妬から来る行動だったのね。それだけじゃないんだ。沢田奈美は中森の別れた女たちを利用して暴行傷害罪や結婚詐欺罪をでっち上げ金をゆすり取ろうとしてたらしいんだ。じゃあ私が聞き込んだ二人も中森を困らせるために嘘をついてたらしい。亡くなった奥さんたちの検証報告書にも疑わしいところは何もなかった、うん、どうやら俺たちは大きな勘違いをしてたのかもしれない。辻本さんと中森さんには悪いことしたわね。課長、私もうこれ以上詮索するのはよしましょう。明日は心から二人の結婚を祝福してあげなさい。親しくしてた人いない？いつもカリカリして怒鳴ってばかりいる人だったから友達とかいないんじゃないかな。あ、そう。私たちなんかより彼氏に聞いた方がいいんじゃないんですか？彼氏？その人の連絡先わかるかな？
遅いな、みゆきさん。はい、チーズ。ありがとうございます。お願いになります。この写真焼き増ししたいんですけど、どちらに送ればいいですか？じゃあ名刺あげるよ。え、本当ですか？ありがとうございます。じゃあね。また。外れ。もう持ってない。早く出たけして。次次次次次。高木、いつまでもなへこたれてんじゃないよな。スカッと爽やかにやってくれ。スカッと爽やかに。そしてさ、特に岡林、元気出してくれよ。え、辻元で女じゃねえんだから。かっこいいなおい。人のことになると途端に強気なんだから。中島さんもぼやぼやしてると小早川は誰かにさらわれますよ。小早川はな、そんなに気の多い女じゃねえんだよ。ほら来た。もしもし。あ、小早川、今どこだ。ガイダンスは後よ。今すぐ中森の店に来て。別人みたいじゃん。孫にも衣装っていうぐらいだからな。いいなあ、私も早くこういうの着たい。あれ、ところでみゆきは？そういえばまだ。おい、小早川勝手に入っていいのか。で、どういうことだ。中森はやっぱり夏美を殺すつもりだったの。あいつは完全犯罪マニアだったの。沢田奈美は恋人の抱えた借金に苦しんでた。中森はそんな彼女の弱みにつけ込んで殺人を依頼したの。でも大きな誤算が発生した。マスコミが過去の事故を嗅ぎつけ、私たちにまで疑惑の目を向けられた。そこで中森は計画を変更したの。中森は沢田奈美にストーカーのふりをさせ、嫉妬に狂って夏美を殺そうとした女を演じさせたの。自分が夏美をかばって怪我をすれば疑惑の目も潰せるしね。沢田奈美だって腕を刺したぐらいじゃ大した罪にはならない。中森が告訴しなければ執行猶予で済むわ。じゃあ中森はどうやって辻元を。きっと切り札があるはずよ。3人の奥さんの殺害に利用した切り札が。どうしてこんなところに帰る。触っちゃダメ。その場で死ぬよ。猛毒に色がある。猛毒を持つ南米産のカエルよ。猛毒。そう、神経毒の一種。体の一部に触れただけで筋肉が痙攣し、心臓や呼吸器に毒が回るの。蘇生はタンパク質で体内で分解されちゃうの。じゃあ中森はこの毒を使って奥さんたちを。ちょっと夏目が危ない。
本。夏美、夏美、しっかりしろ。夏美、夏美、夏美、しっかりしろ。夏美、夏美、しっかりして。夏美、夏美。よく夏美を殺したわね。私が殺したっていう証拠はどこにあるんだ。夏美はあんたを信じてたのに、信じて愛してたのに、こんなのあんまりじゃない。返してよ夏美を、返してよ、返してよ、返してよね。お前か、もうよせ、もうよせ。さよならも言わないで行っちゃうなんてあんまりだよ。私を見ていかないでよ。頼むから目開けてよ。いきなり現れるから目開けるタイミング逃しちゃったじゃん。夏美、せっかくこいつを驚かそうと思ったのに、みゆきのせいで台無しだよ。あんたが毒を仕込んだ指輪とこの指輪、隙を見てすり替えといたから。なんバカだ。今頃鑑識が検査してるわ。ほら待て。あんた、やっぱりやつが本物だ。何よこれ、どういうことなの。まだだったよね。これ私からのプレゼント。杉本巡査、指輪から毒が検出されたそうだ。ご苦労。さあ行こう。石川。ねえ夏美、どういうことなの。実はね、おとり捜査だった。おとり捜査？連続殺人犯を捕まえるためのね。え？2週間前警視庁から極秘の要請が入って、面白そうだったからつい話に乗ったの。そうなの。そうと、なんで一言相談してくれなかったのよ。こんな危険な任務一人で対応するなんて、私は何なのよ。私は辰巳の何なのよ。お、所長。いや、私がこれ持って歩ってるとみんな避けて通るんだよ。すいません、私今将棋やる。悪かったね。辻本君のおとり捜査の件内緒にしてて。所長もご存知だったんですか。うん、いや実
を言うと警視庁とのつなぎ役はこの私だったんだ。いや、さらに本当のこと言うと最初の依頼は君の方だったんだよ。え？その話をしてるところをたまたま辻元君に立ち聞きされてね、代わりにおとり捜査やらせてくれないかって頭下げられちゃってさ。所長、確かに冷静沈着に犯人に対応できるのはみゆきの方かもしれません。でも私そんな話聞かされて知らないふりなんてできません。そんな危険な任務みゆきにやらせるなんてできません。お願いします、今回のおとり捜査私にやらせてください。お願いします。あんな素敵な相棒はなかなかいませんよ。ちょうちょ、ねえ、教えてあげたんだからさ、ちょっと相手してってよ、ねえ。女性だけの特別捜査班？そうです、警視庁初の特別捜査班に辻元夏美巡査の参加を要請したいと考えています。みゆき、このドラマのオープニングテーマにもなっていますギャラクシーを含む、マキシングルを、抽選で50名の皆様にプレゼントします。皆さんふるってご応募ください。退職させていただきます。この番組は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。